佐賀西高校、佐賀県立佐賀西高校っていうところ、学校寄せ行きましてね、で行ったメンバーが落語家の春風亭昇也君、それから笑福亭佐向君で僕の3人だったんですよ。でこの3人ってめちゃくちゃ仲いいんですね。で翔也くんはもともとお笑い芸人で、その頃から僕との付き合いがあって、謎かけ大好きなやつで、もう楽屋で会うと一緒に謎かけ合戦やったり、飲みながら居酒屋で謎かけやるような仲なんですよ。で笑福亭佐向くんはもうこの子ももともとお笑い漫才やってたんですけど、僕と同じダブルエースの弟子だったんですよ。だから弟弟子なんですね。だから付き合い古いし、みんな仲いいわけで、まあ行きましてね。で順番としては翔也くんの落語の解説で、佐向くんの落語、僕の漫談で、最後に翔也くんの落語っていう順番だったんですね。で最初翔也くんが出てって落語の解説をするわけですよ。落語初めて見る、ね、生徒さんいっぱいいるから、落語っていうのはこういうもんなんですよっていう説明をしたりとか、あと仕草のレクチャーね、手ぬぐいを財布に見立ててお金を出すとか、あと扇子をお箸に見立ててそばをすするとか、そういうレクチャーをやって、じゃあここから実際にそばをすするのを、講座に上がってね、何人かの人にやってもらおうと思いますって翔也くんが言って、生徒3人と先生1人を指名したんですね。でみんな舞台に上がってきて、で普通にそばをすするのやっても面白くないので、シチュエーションをつけますと、ね、学校帰りそば屋を見つけてそばを食べてごちそうさま、このシチュエーションでセリフは全て皆さんアドリブでやってくださいってなったわけですよ。で順番としては女子生徒、女子生徒、男子生徒、先生っていう順番なんですね。でこの先生の名前が変わってて、西海先生っていう方なんですよ。珍しいじゃないですか。で、みんな舞台袖にまず来たわけですよ。でそこに僕も佐向くんもいて、頑張ってねなんて言ってて、で最初の女子生徒が出てってね、講座に上がって、すいませんざるそば一つって言った時に翔也くんがいきなり店内っつってね、まずは蕎麦屋に入るとこから始めようよって横でマイク持ってツッコミを入れるわけですよ。毎回この体験コーナーね、生徒の体験コーナーはそのスタイルでやってんですよ。で女の子が、あ、そっか、ウィーン自動ドアっつって、いや蕎麦屋なんだからガラガラガラやってるぐらいの方がいいんじゃないのなんつって、で翔也くんがツッコむとすごい笑いになるんですね。でその女の子が、わあ美味しそうなお蕎麦だな、いただきます、ズル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 って言ったら、ほぼ丸飲みだねって言ったんですよ。だこれがドカーン受けたんですね。でドカーン受けたら、前の人がめっちゃ受けてるから、後の3人がどんどん緊張していくのが分かるんですよ、ね。まあ、気持ち分かりますよね。で1人目の女の子が終わって戻ってきて、でもその子もまだ震えが止まんないって言ってるんですよ。それぐらいやっぱ緊張するんでしょうね。そしたら翔也くんが生徒さんに向かって、このね落語の体験コーナーはね、先にやった方がいいんですよ。後になればなるほど前の人のを見てね、参考にできるから、ハードルがどんどん上がってきますって言ったんですね。それを聞いた待ってる袖にいた男子生徒が、なんでそんなこと言うの、なんでそんなこと言うのっつって超テンパり出したんですよ。で俺が、大丈夫大丈夫、翔也くんがうまいこと突っ込んでくれて笑いになるから、いやそっていうかすっげえ緊張してるんですけど、俺もダメなんですけど、いやもうどうしていいか分かんないって、わーってなってるんですね。そのわーってなってるテンションの時に、あそうだ根津さんって言うんですよ。どうしたって言ったら、あ、YouTube チャンネル登録してます、今それ言う時かなみたいなねそれぐらいわけわかんないテンションになってるんですよ。でいよいよその男子生徒の出番ですよ。で出てって、で、あ、こんなとこにお蕎麦屋さんがある、入ってみよう、ガラガラガラ、へいらっしゃい、いやそれは店側のセリフだからねっつってね、へいらっしゃいは向こうが言う言葉だから、あ、そっか、ガラガラガラやってる、へい毎度あり、あ、それ会計の時だからさ、一番最後だからっつったら、わって笑いになったんですね。これでほっとしたのか、その男子生徒がその後ボケ続け出したんですよ。わあ美味しそうな天ぷらそばだな、よく天ぷらをつゆに浸してサク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 っつったら、おい、そんなにつゆに浸したのにサクサクしてんのか、あ、そっか、しな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 って言ったんですね。でこれがドーン受けたんですよ。そうしたら袖にいた西海先生が、やべえやべえやべえ、あいつめっちゃ受けてんじゃん、やべえってだって、根津さんって言うんですね。どうしましたって言って、何かオチをくださいって言うんですよ、ね、オチになるもんなんかないですかねって言うから、じゃあ最後そば食ってる時にそばに髪の毛が入ってたかなんかでクレームをね、店の店主に言ってこう言い合いになって、あ、でも待った、ね、そばだから手打ちにしようっていうのでどうって言ったんですよ、ね、
それ使っていいですかって言うから、いいですよって言って、でその西海先生の出番になって忠実にそれをやってんですよ。で最後、おいちょっと店主、そばに髪の毛が入ってるよ。え、本当ですか、飲食店なのに何なんだよ。あ、やめとこう、そばだから手打ちにしようって言って頭下げたら、生徒がうわーってものすごいどよめきとともに大拍手になったんですね。いい出来でしたよ。名前と違ってね、出来は最下位じゃなかったっていうね。ね。で、翔也君も、いやさすが先生ですね。最後見事にオチをつけてくれました。以上、落語解説のコーナーでしたって終わって、次、佐藤君の落語ですよ。佐藤君が出てって、いやしかし体験コーナーやったね、4人。本当に頑張りましたね。特に最後の西海先生。ねえ、手打ちにしようなんて、あれプロじゃなきゃ普通使いませんよ。ねえ、ただね、本番前ね、出番前に楽屋でじっくりと根津さんに教えてもらってましたけどね、したらドーン受けた。それがね、言われた通りにやってましたと、もう全部バラしちゃったりなんかして、でその高校もすごく反応のいい生徒たちで楽しく終わりましてね、じゃあ帰り、ね、帰ろうって佐賀空港に行ったわけですよ。で佐賀空港って本数が少ないんですね。で僕らが帰る便っていうのが18時55分で、空港着いたのが16時30分だったんですよ。2時間半ぐらい時間があるわけで、僕が、あ、じゃあもうしょうがないから空港のレストランでお酒飲んでね、時間潰そうぜって言ったら、翔也君がまさかのこと言うんですね。あ、俺禁酒してるんでって言うんですよ。いや、え、お前マジで禁酒してんの。はい、9月の中旬から禁酒始めて、12月の忘年会シーズン入ったら解禁しようと思ってますって言うんですね。もう12月みたいなもんだろうって言ったら、まだ10月ですよって言うんですね。え、お前マジでなんで酒やめたのってこう言ったら、いやちょっと痩せなきゃいけないなと思って、ダイエット目的で酒抜こうと思いましてって言うんですよ。でまあしょうがないかと思って、で僕と佐藤はビール頼んで、枝豆とか適当なつまみ頼んでね、で翔也君はソフトクリーム食ってんですよね。痩せたいって言ってソフトクリーム食うのってちょっと思ってんだけど、ほんでやっぱりちょっとね、いつも飲み友達だから、ちょっとビールに振り向かせたい自分がいるわけですよ。翔也君さ、そのソフトクリームこの枝豆に合いそうじゃないってこう言ったら、何枝豆食わしてビール欲する方向に持ってこうとしてんすかって言うんですね。おー、バレたかっつって、さ、まずはノンアルビールから始めてみないって言ったら、あ、いいですよ、でもノンアルビール飲んだ次に普通のビールとかそういうステップアップないですからって言うんですね。謎かけやらない、あ、謎かけやりましょうよ、謎かけやるときはさ、なんか欲しくならないって言って、まあね、謎かけっていうのは最高のおつまみだから、まあビールが欲しいですけど、今僕が欲しいのは謎かけのお題だけですって固くらい飲まないんですよ。あいつ鉄のメンタルしてんなと思って、僕だったら、じゃあ一杯だけですよなんつってね、一杯飲んで、じゃあもう一杯だけですよなんて2杯飲んで、今日はお酒解禁ですってなっちゃうのに、あいつ本当に飲まなかったんですよ。でそろそろいい時間だねっていうんでチェックインして、で空港の搭乗口のね、ロビーのところで翔也君が、あれって言ってるんですね。お、どうしたって言ったら、お土産入った袋をどっか行っちゃったって言うんですよ。さっき言った喫煙所に忘れたんじゃねえか、あ、そうかもっつって、なんだよお前、一滴も飲んでないのに酔っ払ってんのかって言ったら、酔ってないけど喫煙所には寄ってきますって言ってね、見事な一言を返して、その背中を見ながらさすがだなと思ってね、で喫煙所にね、お土産を探しにね、お土産の袋もね、その日行った仕事もね、どちらも探しに行ったってね。読めないと困るんですね。